どうぞ。それでは大人の夜のお時間がやってまいりました。始まりは永遠の
です。今度はトントンノックと申します。イマージュは初めてこのバンドではやらせていただくので若干緊張気味でございますが、よろしくお願いいたします。ここはステージが高いですな。なんか高いとこからすみませんねって感じですね。はい、じゃあ日本語の曲を次やってみましょうかね。どうぞ。Thank you.
なんかあのすいません、残ってくださって聞いてくださっている方がとっても感謝しております。ありがとうございます。普段はですね、モグラでやることが多いですな、多いんですよね。あとはどこでやってるかな、デスペラードは年に1回しかしないです。ほぼモグラで活動しております。3人がそれぞれ歌を歌いたがりで、あれを歌いたい、これを歌いたいと言って、それぞれが歌いたい歌をいろいろ、ジャズっぽいのをやったり、ソウルっぽいのをやったり、日本語のロックみたいなのをやってみたり、あれやこれやとやり散らかしておりますが、どうですか？どうなんですか？チューニングはできましたが、はい、チューニングタイム終わったようなので、次はボスが歌いたいと思います。ボス、隅永和夫さん、よろしくお願いいたします。ボス、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 いきます。Please don't talk about me when I go、別れ際になって、あれこれ今さら後ろ髪引くようなことを言うんじゃねえというふうな曲です。ワイと何年も一緒におったのに、これで終わりなんか。ワイもいろいろ言うことあるけど、じゃけど今さらしょうがねえじゃろ、お互い様じゃろ。ほなワイが出ていっての、それでええんじゃな。止めるんなら今で、止めるんなら今しかねて。ワッツシワイが出ていくのにかな、thank you.
最後の曲となりました。おにぎやかに行ってみたいと思います。という割に最初に弾かったじゃない。唯一のオリジナルで酒という曲です。酒が飲みたいな、ラララマ、酒が飲めたらな、酒さえあればこの世は天国だけど、飲みすぎたら明日は地獄。Oh,
ありがとうございました。明日はデスペラードで会いましょう。どうもありがとうございました。良いお年を。